10時間チャレンジをしたいと思います。0時間目の様子から10時間目までの様子を撮影しましたので、10時間でピアニストがどれほど上手になるのかちょっとお見せしたいなと思います。カンパネラ時代は高校生の頃に一度弾いたことあったので、わりかしスムーズにいきました。しかし今回は1回もやったことないです。でも友達の演奏だったりコンクールだったり演奏会でよく聞くことがあったので、ある程度どんな音楽なのかとかは頭に入ってるので、ガンガン聴いて譜読みをしていきたいなと思います。今からその譜読みをしている様子を見ていただきましょう。0時間目からどうぞ。
待ってね、あるよ、待ってね。では10時間目の披露します。